リクエストがあったことをちょっとあんまり考えたくなかったこととかあんまいいことねえなーと思ったので、うーんってなりましたね。そんな感じで答えました。今日は2017年の4月7日夜の10時寝る前です。確かね、パニック障害のつらかったこととか、好きな歌手か歌か、そしてなんだ、その時癒されたこと、どんな歌に癒されましたかみたいな、そんな感じの質問だと思います。質問がちょっと質問がちょっとニュアンスが変わって意味も違ってると思いますが、もう気にしないでください。パニック障害みたいな病気を患っている方はこの動画を今止めてください。実際俺も考えたくはないんです。言いたくもないんです。そのイメージすることだけでもきついからね。そのイメージすることがそもそもイメージになって、頭に浮かんだだけでほら苦痛が蘇るって分かると思います。その同じような病気の人はね。俺もだからね、ホラー映画とかきつくて見えなかったりとか、グロテスクなグロい漫画とかがきつかった時とか、今もきついんだけど読めないって時がありましたから、見れないとかね。というわけで今からその話をしますので動画を止めてください。はい、始めます。パニック障害はつらいとこか、一言でね、身体症状としては血圧が急激に低下したりしたり、なんか心臓がおかしくなったり呼吸がおかしくなったり、まあ、手はしびれたりとか、まあ、お腹が調子悪くなって吐き気もしたりとか、水が飲めなくなって飲めなくなってくるとか、そのままいろいろあるわけよ、あるんです。だからそしたらね、薬を用意しててもね、水が飲めなくなると薬を用意しててもその薬を飲むのが苦労するのよ。つわけで非常にピンチです。どのくらいピンチかというと、分かりづらいんだよねこれ。やっぱりしたことない、急に冷たい水を 体全体にバシャって真冬にかけられた時のヒャーってくるようなのが全身に、ただ単にコップを触っただけとか水道の蛇口から出る水を触っただけ で真冬に体に裸で状態で水をかけられた、バケツで水をかけられたヒャーっていうのが、たかが水道の水をちょっと手で触っただけで感じます、全身に。そのくらい体にショック症状がきます。その冷たさ自体に過剰反応しているわけですね。だから説明はもう無理なんですよ。なったことじゃない人は分かんないですね。ただ分かることは、その状態を一度知ってしまうと価値観も変わるしね、人生に生かすこともできれば、生かさないこともでき、生かさない、生かすこともできないこともあるんだけど、まあなんていうかな、俺はそれで人生変わったね。悪い方にも変わったし、いい方にも変わったんじゃないかな、分かんない。というわけでやっぱね、説明不可ですな。ただそのパニックっていうのを言うのは、人間だったら多分どんな人間でも、ガクトさんでもイチローさんでもサッカーの本田圭佑さんでも、いやもう私ボレーサッカー怖い怖い怖いだったり、イチローさんだったらもうスイングできない、俺は野球も絶対できないとか、ガクトさんだったら俺は人前で歌えないとか、筋トレももうできないとか、もうどうでもいいって言い出します。どんなに精神力が強かろうが、その瞬間はもはや人間である以上は、無理です。もしもそれを何も感じないって人は、その感覚が欠如しています。パニックを起こしているのにパニックを起こさない状態っていうのは、つまりパニックがないってことだからね。
飛行機が今から墜落します。そっか、死ぬんだね。こんな風に平然としてたり、あの目の前で人が殺されてるので自分が次殺されるの番だと分かってたり、自分の好きな人が殺されるのを見て、ああ君死ぬね、彼女死ぬよと風にしている心の何かが足りなくなってる場合だったら、多分そのパニック症状、症状のパニック発作とかにもほとんど感じることがないと思います。ただ、うん、感じる人はガクトさんだろうが、精神力が強いと言われてる思われてる人、イチローさんでも誰でもマイク・タイソンだろうが、もはやその恐怖からは逃れることはできません。その状態の時にはね。それはなぜかというと、脳の大混乱ですからね。脳の大混乱ですから、それはね、本体が、俺たちの考えてる部分の本体がちょっと混乱して、混乱というか過剰反応してるから、そりゃそうなるわなっていうやつでね。うん。つわけで、うん、表現できません。救われた曲とか救われたものはね、何もないです。曲では救われてないです。好きな曲はガクトさんですね。とにかくかっこいいな、この人と。話し方とか声とかね。声かっこいいな、こんな声で囁かれたら、そりゃ俺だって好きになっちゃうとな、好きになっちゃうよなって本当に思います。ガクトさんの声。だから俺も、うん、俺の声自分で聞くと、なんだ、なんか高いなと思いながらね。魅力的なのか魅力的じゃないのかわかんないですけどね。うん、ま、そういうわけでガクトさんの歌をよく歌います。古いですけど、その、浜崎あゆみさんとか安室奈美さんの世代なんてそこしか知らないんですよね。宇多田ヒカルさんとか、うん、他知らないんですよ、ほとんど。まあ好きな曲といえば、まあ花水木さんの、なんだ、ヒット曲のな一つ、なんか永遠なんか、なんだ、空をか、なんかそんな感じのやつ。うん、あと、小袋さんのつぼみね。もうこれ、母ちゃんの関係でね、東京タワーの、なんじゃない、時々、おとんとかおかんとかいうドラマのね、やつの。うん。で、流れて、やつね。今の俺にはもうなんかね、うん。しみじみと感じる歌ですな。まあ、つうわけで、動画にしたけど結局意味なかった。まあ、そのくらいね、ちょっと難しかったんだよね。つわけで終わります。はもう湿度が高いからカメラの中にね、水滴が入ってんだよな、なんか知らんけど。ウェブカメラが多分古いのが原因だと思うけどね。もう古いからね、ほんと5年前ぐらいだから。いや、5年以上経つか。とにかくなぜか中に水分が入ってるっていうね。ウェブカメラ。だから曇ってんだ。雨、じゃんじゃん降ってるから。そういうわけで終わり。